はい、皆さん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。今日も元気ですかはい、今日も一緒にリスニング頑張りましょう。まあね、私が一人で皆さんに話をするんですが、いつもこうやって聞いてくれて、本当ありがとうございます。で、今日はね、まあ、これも私のすごく勝手な、まあ勝手って、まあセルフィッシュかなセルフィッシュな自分のことだけを話すエピソードに なると思います今日はまあ先週私の彼氏の誕生日だったので、まあ、その誕生日の時の話をねしたいなって思いますで結構前のエピソードで彼氏の誕生日プレゼント何を買ったらいいか悩んでいた話をしたことがありますだから今日はねまあ彼氏に何を買ったとか どんなふうに誕生日を過ごしたとかについて話したいと思いますまあ彼氏の誕生日は21日10月21日だったんだけど彼氏は28歳になりましたで私が今25で,で私の誕生日が1月なんですねだから彼氏は私より2年半くらい年上かな はい。そう、28歳。で、やっぱりさ、もうちょっとで30歳ですよね。私ももう、もうすぐ26になるし、ああ、なんかこんな風にして、年を取るんだなと思って、なんか今まではすごく誕生日が嬉しかったけど、もう最近は、20歳を過ぎてから、あなんか、年取った、年取った、うわー、みたいな、ちょっと残念、どうしよう、みたいな。 この、まだ子供なのに、みたいな、そんな気持ちですね。まあ私、レストランでアルバイトしてるんですけど、こう、みんなもう40歳以上の、40歳より上の年の人たちなんですね。で、彼氏が28歳になりましたって言ったら、もうみんな、わー、若い若いって言ってくれて <laughs>。 あ若いんだまだ若いんだよかったと思ってそうまあね確かに、ね、40歳の人にとったら28歳は若いですよね、まあ、だけどなんか私もなんかやだな,なんかずっと25歳でいたいです年を取りたくないな本当にまだうん自分の 中に15歳の時の自分がいるような気がしますよね。まあ、だけど今私あの家族と一緒に暮らせない女の子、まあ、だいたい15歳から20歳ぐらいの女の子がシェアハウスをしていてでそのシェアハウスのスタッフのアルバイトをしているんですね。まあ1週間に1回だけね。 でその中で今15歳の女の子がいるんですが、まあ、その子とまあ話をしていたらやっぱりねでもあ私は25歳なんだもう15歳じゃないんだって思いますまだやっぱ15歳って子供っぽいよねでも私が15歳だった時はもう自分のことしかわからなかったからそんななんか 自分が15歳なのに子供だとか思わなかったですけどねまあ面白いよねはいそれでまあ結局私は今までそのホームパーティーとか誕生日パーティーをしたことがないんですよね本当にまあ今までそんなに仲がいい友達もいなかったし うん、いつも誕生日は家族と祝うか、彼氏と祝っていました。うん。まあだけどその方がなんかいいです。やっぱり私はね、多分友達より彼氏とか家族を大切にするタイプなんだろうな。そうですね、多分。まあそうなんです <laughs>。まあ彼氏と付き合って5年なんですが、最初の3年は遠距離恋愛だから、 彼氏はオーストラリアにいて、私は日本にいてで、誕生日を一緒にお祝いできなかったんですね。まあでも、彼氏が2年前に日本に来て、で、まあ、その時はまだパンデミックがあったので、まあ最初彼氏は2週間、東京の空港で、エアポートで隔離、クアランティンされていました。 そうでその中で一人で誕生日だったんですね <laughs> で。去年は彼氏と一緒に誕生日をお祝いしてで今年もお祝いしたのでまあ2回目の誕生日だね一緒にお祝いしたのは2回目の誕生日ね。まあ、だけどやっぱり5年前と今ではやっぱり、まあ、私も彼氏も結構顔が変わってるよね <laughs>。 5年前の写真を見たらうわあ若いなーって思う子供だなーってすごい思います <laughs> でもやっぱり年取りたくないなーって思うけどまあ年を取るなら綺麗に年を取りたいね綺麗なおばさんになりたい <laughs> ちゃんと筋トレそう筋肉トレーニングしたりしてこうねちゃんとこう元気でで肌も いです <laughs> まあいろいろね今回も彼氏にプレゼントを買ったんですが結局私が買ったのいつもねいろんな結構ランダムなものを買うんだけど、まあ、今回はメインのプレゼントはジャケットウィンドブレーカーみたいなハイキングとか山に行く時にも着れるようなジャケットを買いました。 まあ結構彼氏がこう山に登りたい登りたいとか言うんですよねで。あんまりまだ一緒に登ったことはないんだけど結構そういうアウトドアが好きなのでだからそういうかっこいい服をね一枚買いました。であとはウイスキーかな結構彼氏が2年くらい前からウイスキーにハマっていてで、まあ、結構ウイスキーって6000円とか 7,000円くらいの値段だったらもういろんな種類があるよね2,000円とかだったらサントリーの日本の安いウイスキーとかだったら買えるけど6,000円とか7,000円だったらいろんな種類のいろんな国のウイスキーが買えるんですよねそれで1ヶ月に1本とか2本 もう彼氏がいろんなウイスキーを買って家でねちょ少しずつ飲んでるんですが、まあ、去年も買ったんだけど彼氏が好きなのはレッドブレストっていう7000円ぐらいのウイスキーがあってでこれがねおすすめらしいです皆さんも好きだったらぜひ飲んでみてください、はい、であとはオイルランプも買いました私もももジャックも彼氏も キャンドルろうそくが好きなんですが、オイルランプもそんな感じで、こうオイルを入れて火をつけると結構長くね、使えるランプがあって、ね、ハンドメイドのこう手作りのね、ガラスのオイルランプがあって、これはね、もう私が使いたくてプレゼントしました。そう。ね、そういうの結構好きなんですよね。 だから夜になったら普通の白い大きな明かり電気は使わなくて、まあ、私の今後ろにあるようなこういうオレンジの小さなランプとか、まあ、ろうそくキャンドルとかあと、まあ、イルミネーションみたいなそういうのだけ使ってます夜は、うん。なんかその方が可愛いいし落ち着くしだから夜にねこういう白い大きなランプって。 私はすごく苦手なんですね。でまああとはなんか毎年作るんですがアルバムもプレゼントしましまたその1年間の2人で旅行に行った時とかのいろんな写真を結構たくさんあるよもう100枚ぐらいこうプリントアウトしてそれをまあ可愛く切ったりとかしてこうアルバムを作るんですね。でこれを 毎年作ってます。だからもう5冊目、5冊あるんですね。で、結構なんか昔の写真をこう見たりするとやっぱり楽しいよね。だからこれは毎年作ってもう私と彼氏がおじいちゃんおばあちゃんになってもこう写真をずっと残していきたいなって思ってます。はい。これはね、一番のプレゼントかな。で、まあ、あとは まあ彼氏は肉まんとか好きなのでそ肉まんとか餃子とかラーメンとかのセットとか、まあ、ケーキとかお菓子とかいろいろ買いましたまあ普通のプレゼントだけどまあいいかなって感じいつもプレゼントを買う時はもちろんお金もね気にするけどブランドの名前とかさそういうのはあんま気にしないのよね 本当に必要でもっとパーソナルなものを頑張って選ぶようにしましたまあすごい静かな誕生日だったけどでもまあ楽しかったからいいんじゃないかなって感じですはいはーなんか今日はこんな感じでいいかななんか私のこんな話聞いて楽しいかなみんなどうかないつもちょっと不安になるんですが大丈夫かなはい まあ今日はこんな感じで終わります。で、もしね、私のポッドキャストを、まあ、気に入ったりとか、あ、勉強になるなと思ったら、私のパトレオン、メンバーシップに入ってくれたらすっごく嬉しいです。1ヶ月に4ドルで、ほとんど全部の300ぐらいのトランスクリプトをダウンロードして読むことができます。で、振り仮名もついてるし、 単語をクリックすると、その英語の意味がわかるトランスクリプトね。で、一週間に一回メンバーオンリーのエピソードも作ってるので、まあ、それは4ドル以上の、あの、ティア、レベルになるんですが、興味があったら、もしよかったら、えー、チェックしてみてください。はい。じゃあ今日はここまで。皆さんいつもありがとうございます。お疲れ様でした。 また今度。バイバイ。